この頃ね、アダルトの、じゃアダルトじゃないけど、YouTube の女の子でね、なんかヤフオクで物を売っとるとか、いろんなことしとる人ね、を何とかもしとる人ね。だから、この頃ね、ふと思うけど、時代が進んでますわ。だから、これはメモ帳ね。だから、時代は移り変わる。これでもう一つ面白い話がね、皆さんはほとんど知らんと思うけども、例えばね、今ね、例えばこれからラウンジする方とかは、ハワイチェーンみたいな大きいのやる人、私の意見を聞いてください。例えばね、1日なんか6万出るそうですわ。だからそれはまあ、わからないけどね、月20万ぐらいもらえますわ。だから10万ぐらいの家賃でね、やるんです。そんな潰れるんですよ。だからそういうことも頭入れるのがいい。例えば俺が大金持ちになってね、200万のハワイチェーンみたいなね、ロンドンチェーンみたいなのやったら潰れるでしょ。次、デパートじゃないけど、20万しかくれんとか言ったら。で、そんな話はいいけれども、いいこともないけども、この頃時代が変わってね、ヤフオクで、メモ帳やな、ヤフオクで、なんか DVD 売ったりね、パンツ売ったりね、してますわ。それとか、横断とこでね、なんとかこのところで、女性のただパンツの下みたいな写真売ってますわ。だから経済産業、そういうこと知らないから盗撮とかしてるんですよ。トイレのね、下から覗きたかったらね、確かにそう、わしもトラック運転してたりね、女のトイレに忍び込もうかなと思ったけどね、そのぐらい勢力強いんですよ、男って。若い時にね、仕事もしてるし。ほな、建築工ってどんなもんやんかって話、わしトラックの運転手やから、あんなもん、ちんちん立ってやる子は、我々話やけないけど、いうこと忘れた。まあだから、時代は移り変わる、そうそう。面白い話ね。キャバクラでね、例えば、おさわりパーでも何でもいい、結局、開業するでしょ。こうしたら、シャンパン3万ぐらいで仕入れるんですわ。中古で1万5000でもいいわ。ね、リサイクルやって。20万で売れるんですわ。もう、儲けなも17万でしょ。だから、ホステスとハムズ10万とって7万とっても、だからそういうやり方もあるんです。だから全部ね、こういう、YouTube とか情報から来てますわ。おいおい。これで、おいよね。あれ死んだね。なんだこんなが。小福亭二角か。まあそんなもんや、81。俺は100まで生きる。110、128のおばさんおったわ。以上。くだらん話はここまで。